しくお願いします。よろしくお願いします。朝涼しいと思ったのに。豊橋市に住む詐欺坂さん3歳と生後11ヶ月の子供を育てています。3年ほど前から育休を取得し、再来年4月から公立中学校の教師への復帰を予定しています。もうすぐ1歳になるひろなちゃんは、洗い物をしている時も洗濯物を干している時もいつもお母さんと一緒、片時も目を離せないと言います。離せないですね。なんか口に入れたりしますし、特に上の子がいるので、上の子は細かいおもちゃをどうしてもいじろうとするので、そうすると同じ空間にいると危ないです。そのまま背負ったまま家事をすることも多いです。多忙を極める子育て、なかなか自分への時間は取れないそうで、時間があるときに少しやってるんですけど、なかなか進まなくて、子育てと家事でほとんど時間が過ぎてしまうので、教科が英語なので英語をもう一回ちょっと勉強し直したいなって思ってるんですけど、買った新聞がビニールをかぶったまま溜まっています。教壇に立つまでに 3,4 年のブランクを抱えることになる詐欺坂さん、仕事と家庭の両立や様変わりした授業などについて不安を抱えています。どれだけの時間で仕事をして、どの時間に帰ってくれるのかっていうのが心配ですね。ね。タブレットを使うようになってるので、生徒たちがそれをやったことがないので、うまく使いこなせるのかっていうのが一つ不安です。そんな詐欺坂さんは、刈谷市の愛知教育大学で開催された研修会に参加。研修会は復職支援の一環として、タブレット端末の普及が進む学校現場に対する不安を解消するために開催され、タブレット端末を活用した授業の仕方などを学びました。まだ私自身慣れないので、まずは操作にこう慣れることが大事かなと思いました。子どもたちはきっともうすでに慣れてスイスイ使うと思うので。復職に向けて職場に求めるのは、子育て世代以外も含めた働きやすい環境づくりです。子育て中の人たちだけじゃなくて、教員全体でやっぱり今までよりも早く帰れるような支援をしていただければ嬉しいです。やっぱり私たちこう子育て世代だけに向けての支援だと、しわ寄せが誰かに行ってしまうので、全体に向けてこうアプローチしていただけると。メーテレの公式アプリウルフィーアプリで産休・育休を取得した人を対象に行ったアンケートでは、半数近くが復職に不安があったと回答。一方で、会社から復職支援はあったかという質問に対しては 85% がなかったと回答しています。こうした中、復職への不安を少しでも解消してもらおうと、復職支援に力を入れる企業も。行員のおよそ3割が女性で、年間およそ100人の女性が育休を取得しているという愛知銀行。銀行側としての、意図としましては、育休者の方ってですね、産休に入って、育休中ずっとですね、復帰することに対して私の居場所がなかったらどうしようとか、そういった不安に感じる声を多く聞いてたものですから、まずは銀行側としては皆さんを待ってますよっていうメッセージを伝えたい。取り組みの一つが、育休中に実施している先輩ママ行員との交流会です。交流会は2018年から年に 1,2 回開かれていて、毎回20人程度が参加しているということです。現場復帰に対するモチベーションを高めてもらう、そういった時に何が必要かというと、やはり働くお母さんの頑張っている姿を肌で話を聞いてもらって、で自分の少し重ねてもらって、自分でもできるんだなということで不安を解消してもらうため。育休を経験し、この春に復職した祖父川あずささん、
交流会に参加したことで復職後の姿がイメージでき不安解消につながったと話します。現役で働く先輩ママたちに質問ができる機会がありまして、その中で一日のスケジュールですとか平日の限られた時間の中で子どもとどのように時間を作っていくかですとか、そういったことお話をざっくばらんに聞くことができたので、その点が復帰後の働き方とのギャップを少なくできたのではないか。愛知銀行ではこの他にも e ラーニングによる資格取得支援や子どもが小学4年生になるまでの短時間勤務など仕事と家庭が両立できる取り組みを行っているということです。育休からの復帰に関する相談や支援などを行うオフィスリブラの植松さん、最近は迎える側である上司を対象にした研修の依頼などが増えているといいます。復帰される方、迎え入れる方にとりましても、どういうふうにサポートをしたらいいかというのが100人いれば100通りなんですね。こうあるべきだとか、こうあるはずだというふうに思い込みで決めつけるのではなくて、目の前の社員の方がどうありたいか、どういうことができるかということを聞きながら、ご支援を一緒に考えていただけるような、その体制が望まれると思います。また、職場復帰に向けては、ロールモデルとなる人の存在が重要になるといいます。一番インパクトのある学びなんですよね。ちょっと先行く先輩方が何とかして働いて、着ながら子育てされている姿を見ていくと、私も何とかしてみようという気になっていきますので、その機会はすごく重要だなと思います。そういったバトンをぜひつないでいただきたいと思います。